こんにちは、ケイドラです。今日は超究極カムイに挑んでみるんですけども、ちょっとね、勝手に限定ミッションを作ったんで、それで挑んでみようと思います。限定ミッションは、種族、神族のみでクリアですよ。あと水属性1体入れてクリアですよ。あと貫通2体入れてクリアするというところでやっていこうと思います。でね、まあ趣旨としては意外と普通主がね強いよっていうところをお見せしたいなというふうに思ってます。うん、動きましたね。そんな反射する初めて見た。で、普通主は友情コンボ、超強斬撃と超強ブレスなんですけど、弱点にねしっかり刺されば雑行処理が一応可能です。遊撃とかね、多分紋章は必須になるんですけども、まあその友情だけで倒すんじゃなくて、あれですね、弱点1殴りかつ普通主の友情を拾えば倒せるんで、そこのところがねかなり強みだなというふうに感じました。それをねうまく利用したいんですけど、頑張って倒したいと思います。勝ちを殴ってください。まあでも貫通タイプではね雑魚処理できないんでね、ボス位置がねだいぶきついと思うんですけど、頑張りたいところでございます。これでいけるかな。剣ナイス。いけましたね。やっぱ強いね友情。まあ、敵が結構ちっちゃいんで、逆に行っても多分斬撃たまに弱点判定拾ってたりするんで優秀です。これもう一斉すっちゃっていいか。いや弱っ弱っ、マジか。そんな感じなんですね。頑張れ、わたつみ。うわ、ナイス、マジでナイス。それは超でかい、それはマジででかい。わたつみ友情意外と刺さってましたね。角度悪すぎた、最悪だ、痛恨のミス。まあまあまあ、ターン数余裕あるんでね、なんとかなるか。 OKOK で、普通虫の友情マジでね、これ多分弱点ぶっ刺さんじゃないかな、この位置だったら。あ、いいねいいねいいね、結構削れた。わたつみがいることによってめっちゃ火ダメージ増えるんでね、そこだけ気をつけないといけないんですけど、さあ次のつぬしで、まあ貫通で抜ける、ういった、貫通で抜けるのが理想ですね。オッケーオッケーオッケー、いい感じですよ。さあ雑魚処理、これ右側がいいね。かかったか。まあギルガメッシュは弱点貫きます。強っマジで強っ。やばい、ボス攻撃アップされちゃうな。これがね怖いんですよね、攻撃アップが。さあここで頑張って処理できるか。価値は絶対2回以上殴る、かつ普通の人の友情を拾わないといけない。頑張ってくれ、頼む、頑張って2回殴って。ナイスナイス、マジでナイス。さあここからはちょっとヘダメージに注意しながら、何が来るっけ、フォーミングね。はい、弱点1回しか無理か、こっちだったら。うん、まあいっか、一回で。おいった、ナイス、強すぎマジで強い、ギルガメッシュ。さあここの処理っすよね、ここがね大変。ちょっと位置悪かったらマジで処理できないし、足が足らんもんね。さ
さすがにここは処理できひんな。ちょっと運任せになるけども、逆に暴れるのもいいかなと思います。惜しい、惜しかった。となると、普通の死を上に配置したいな。オッケー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 。これで倒せるかな、きついかな。価値2回殴ってからね、行かないといけないんで、きついな。オッケーオッケーオッケー。一番面倒なドーマンフォース処理できた。あとはちょっと HP 回復したい。まあ、あと一旦は耐えれるか、さすがに。じゃあ弱点移動だけさせちゃいますね。倒すんかい。まあまあ OK。 いやー、ついでもハードトラントきついよね。頼む、行ってくれ。角度悪すぎた、やばい。耐えたけども、今のはマジで下手だった。角度悪すぎた。ハートがないんで、いっときます。長っ。すいません、ちょっと時間食っちゃいましたね。さあ、ここで処理できんときついんで、待ち時間張ろう。もう一発もう一発もう一発。ナイス、マジで靴の構成でよかった。さあ、こっからですよ、こっから。マジでこっから。残り3ターン。頑張ってくれ。ゲーガメッシュパワー。うわー、届かん。マジか。HP は余裕あるので、上から回ろう。ナイス。オッケーオッケーオッケー。これで突破はできる。ただ突破時上に行っておきたいんですよね、クツムシは。遊ばるからきついか。いやー、下行っちゃったね。これクツムシじゃなくてワタツミの SS 打つタイミングが分かんないんですけど、もう雑魚処に行っちゃいますか。行きます。これがね、どんだけ入るかよね。お、いい感じいい感じいい感じ。あ、マジナイス。オッケー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 。で、ゲルガメッシュめっちゃいいとこいるんで、これでいけそう。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。入場できるか。でも普通の死で突破しようか。ワタツミが上にいるね、うん、ここで突破してワタツミスタート。さあさあさあ、ワタツミ、おい、あんまり上行くなって。マジか。なるほどね、ワタツミの位置が結構やばいと思っちゃったので、しかも価値2回ずつ繋がるときついから、多分これじゃ処理できん、さすがに処理できんけど、もう頑張ります。まあまあまあ、しゃあない、これはしゃあない。もうこうなったら正直ボス特攻でもいい気がするんですよね。え、マジ、えやば。
これはいけるんじゃない、ギルガメッシュ今すげえ入ったぞ。オッケー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 、これはさすがに耐えればいけるよね、 HP 耐えればいける。これはもらったもらったぞもらったぞ、ランページレーダー、次ランページランページ、状況ブレスでいったれ、オッケーいきました。いやー難かったけどなんとかなりました。とりあえずね、まあゲルガメッシュ強いことは前の動画でお伝えしたんですけど、クスムシが意外とその弱点1回殴ってからの調教ブレスとかで倒せるんで優秀だなというふうに思いました。はい、そんな感じですね。ちょっと、まあ、ネタ攻略にはなったんですけども、割と早いタイムでクリアできました。ゲルガメッシュやっぱ最強です。それではありがとうございました。チャンネル登録、高評価待ってます。それでは、バイバイ。